こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1951年1月24日に起こった夜会事件という事件についてお話します。これなんで夜会事件かというと、これはまあ地名ですね。山口県の熊毛郡という、まあ、光市とか柳井市とか知ってますかね、あの瀬戸内海に近い山口県の真ん中下あたりみたいな、そんなとこで1951年なんで、まあ、戦後6年後ですね、ちょうど朝鮮戦争とかが勃発した頃ですね、に起こった強盗殺人事件です。で、この事件なんで有名かというと、冤罪事件なんですね。で、さっき結論言っちゃいますと、犯人は1人です。しかし、他に4人がですね、お前らも一緒にやったんじゃないということを警察に言われて、で、捕まってですね、裁判で、一時死刑判決が出る、みたいなことになりました。しかし最終的にはですね、無罪が証明されて、実行犯である1人が、刑務所に入りまして、残り4人、もともと関係ない4人に関しては無罪が証明されたという事件です。ですがですね、判決が合計7回も出てます。これ日本でもかなり珍しいぐらいのたくさんの回数の判決が出たということです。で、最高裁が高裁差し戻し判決、怪しいからもう一回裁判やり直せって言ったのを2回やってます。これもかなり珍しいですね。そんな事件です。で、まず事件がどのようにして発覚したのかです。1951年の1月24日に、この山口県の熊毛郡の、夜会という、その地域で、お名前何やったかな、早川宗兵衛さんという方が住んではった家でですね、早川さんの遺体とその奥さんの遺体が見つかりました。隣の人が見つけたらしくって、うわーってなって警察に電話で、警察がやってきました。早川さん、旦那さんの方は全身斧で切られまくった傷がありました。これ写真ネットに出てますが、ちょっとうわっとなります。顔もですね、もうすごい深い切り傷があります。で、胸とかも鈍器で殴られてたそうです。で、奥さんは、カモイですね、昔の日本家屋にある、横にこう走ってる木ですよね。そこに紐をかけて首を吊ってるような状態で見つかったと。なので警察は最初ですね、奥さんが旦那さんに対して恨みを募らせて斧で殺して、旦那殺してもうた、で首くくって亡くなったという見立てをしてたんですが、台所にですね、焼酎の瓶がありまして、そこに指紋がありました。その指紋が近くに住む22歳の男、吉岡明という職人のものであることが分かりました。吉岡には前科もあって、近所に住んでいたということで、顔見知りでもあったと。で、悪いやつだったと。実は酒癖がかなり悪くてですね、窃盗とか前科もあったということです。で、吉岡を調べてますと、急に金回りが良くなってて、例えばですね、その事件を起こした後ですね、金が急に入ったということで、遊郭ですね、女の人を買いに行ったりとか、そういうのにお金を使ってました。で、その時使ってたお札と、その早川さんの家にあったお札が、番号が続いてたと、いうようなこともあって、警察が追及したところ、この吉岡は早川さんと奥さんを殺したということを認めます。なんでこの札の番号が続いてんねん、昔ってそんなに札なかったんかと思ってちょっとびっくりするんですけど、そんなことらしいです。で、この吉岡、犯人の吉岡曰くですね、一人で早川さん家に夜に行ったと。で、この家は金持ってるっていうのは聞いてたと。で、二人が寝静まってる間にタンスから金目のものを盗んで、逃げようと思ってた
けども物音に気づいて早川さんが起きたと。なんで慌てて、まあ、その家の中にあった斧を取りに行って早川さんを、まあ、滅多打ちにしたと。で奥さんは怯えて布団にくるまってたんでそのまま、まあ、布団を押さえつけて窒息死させて、あ、これは夫婦喧嘩に見せようということで、まあ、奥さんを鴨居に、まあ、吊り下げて、まあ、首吊り自殺に見せたと、まあ、いうようなことを自白します。まあ、これで一件落着、まあ、だったらよかったんですけども、まあ、ここでですね警察がですね、まあ、早川さんは滅多打ちにされてる、奥さんは首を絞められてさらに鴨居に吊るされてる、こんなこと一人でできるわけないと、まあ、勝手に思ったわけですね。でお前共犯者おるやろと正直に言えと警察は言います。でこの時に吉岡が頭良かったのか、まあ、もしくは警察がもうそれを言ったのか、ここはもう分かんないですけど、吉岡はこう思います。二人殺してると、しかも金を取るためだと、斧で滅多打ちにしてる、残酷なやり方やと、このままやったら俺死刑になると、これ共犯者をおるって警察は思ってるし、俺自身も共犯者のせいにしたら俺の死刑はなくなると思って、まあ知り合いの4人の名前を出します。で1人はですね、まあ、その後、まあ、本とかも書いてるんで、まあ、名前出てるんですけど、まあ、阿藤さんという人で、他はまあ稲田さんという人と松崎さんという人と、これは久永さんかな、まあ、とにかく遊び仲間4人の名前を出して、この阿藤さんが首謀者です、阿藤さんに言われてやりましたみんなでと、まあ、いうことを言います。ほなも警察はそら言ったやろと、複数やないかと、他にも共犯者おんねやないか、しかも首謀者は別におんねやないかということで、この阿藤さん含めて、含めた4人を捕まえて吉岡と一緒に裁判にかけます。で裁判の前に取り調べですね。で1951年です、まあ、荒っぽい取り調べでした。例えばですね、まあ、殴るとか、まあ、軍隊の名残がまだあったんで、まあ、軍歌ですね、このめちゃくちゃ硬い靴ですね、それでまあ引っ張ったりとか蹴ったりとかで、あの線香に火をつけてですね、それを後ろからですねチッチッチクチクチクジュッジュッジュッとこう首に当てるんですね。まあ、あざ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 ってなるんですね。これ何回もやるんですよ。で後ろからなんでいつやられるか分からんんですよ。これってむちゃくちゃ怖いらしいんです。でこれに関連してこの阿藤さん以下、他の仲間もですねみんなで一緒に早川さんを襲いましたと、まあ、警察の言われるがままに自白してしまいまして、そのまま裁判に突入します。で、まあ、裁判でですはね、まあ、まず山口地裁では合計5人ですね、まあ、元々の犯人である、この吉岡含め、他の4人に対してですね、まあ、無期懲役と、で阿藤さんにだけ、まあ、死刑、まあ、警察の見立てはずっとこの阿藤さんが死亡者ということなんですけど、で阿藤さんは死刑と、で吉岡は無期懲役と、他の3人も無期懲役ということになります。で次は広島高裁に行きます。でこれも阿藤さんまた死刑と、で、吉岡は無期懲役と、で他はまあ懲役何年何年とかなるんです。でこれ最高裁まで行きまして、この時に最高裁がですね、いや、やっぱりちょっとおかしいんちゃうというので、まあ差し戻しをします。もう一回広島高裁で、もう一回ちゃんと裁判しなさいと、まあ、言うんですね。でこの時にですね、まあ、実はこの阿藤さんはですね、まあ、奥さんというか、まあ、なんというんでしょう、結婚はしてないけど、まあ、奥さんみたいな人がいらっしゃったんですね。で、まあ、内妻とでもいいんですかね。でその方は、まあ、何度もこの検察に取り調べられるんですね。でも終始一貫この阿藤さんのことをですね、まあ、彼は無罪ですと、まあ、言い続けるんです。でさらにですね、もう阿藤さんはですね、これはもうやばいと、俺やってないけどもう死刑になると思って、まあ、当時、
まあ、こういう冤罪事件に強かった弁護士、これは正木弁護士というんですけども、に、まあ、手紙をわざわざ書きましてですね、で、どうにか私たちを助けてくださいと、まあ、いうようなことを言います。でこの正木弘氏という弁護士はですね、実際に、まあ、この4人に対して、まあ、吉岡はまあほんまにやっとるんで置いといて、他の4人に対して、まあ、無罪である、無実であると、まあ、いうようなことを弁護をします。さらに、まあ、本まで書きました。真昼の暗黒と、まあ、いう本を書いて、まあ、これは冤罪事件であると、まあ、いうようなことを世間に訴えます。で、まあ、こういうのが功を奏して、プラスですね、この麻藤さんの、内妻であった、女性ですね。でこの女性は、まあ、再婚してたんですけども、まあ、前の旦那が、まあ、大変やから裁判だけは私行かしてねと、まあ、わざわざ律儀にですね、新しい旦那さんにお願いして結婚したりしました。でも裁判何回も行かなあかんから、まあ、離婚したりしちゃってるんですね。でまた別の方と結婚するんですけど、まあ、その時も、前の旦那大変やから裁判だけは行かしてねと、まあ、いうようなことを律儀に言っててですね、で、まあ、そういうことも裁判官に響いてですね、結果最高裁で、まあ、差し戻しという判決が出まして、さらに差し戻された広島高裁では裁判官がですね、この麻藤さんの内妻ですね、けなげにずっとこう結婚しても旦那にあの裁判行かしてねって言って、まあ、証言に立ってくれたこの女性の真摯な態度と情熱に思いをいたすならば、まあ、これと相入れない証言は、まあ、到底認められない、まあ、つまりこの女性の言ってることは正しいんであると、まあ、いうようなことで無罪判決を出しました。これが夜会事件の 1,2,3,4 回目の判決にして初めて無罪判決が出ました。よかった、これで終了で、まあ、実は吉岡はですね、2回目の高裁の判決で無期懲役が出てまして、こいつめっちゃずるいんですけどね、ほんま死刑なんですよ。でもあの麻藤さんが死刑になって持ってるんで、こいつはまあ従属犯、まあ、言われたからやってるっていうんで無期懲役でが出て、それで僕いいですいいですって言って無期懲役はもう確定してるんですよ。こいつはこれずっこいなと思うんですけど、まあ一回ちょっと置いといて、で4回目の判決でようやくまあ無罪判決をまあ勝ち取ったわけなんですけど、ここで検察側がですね、このままじゃ検察の面目がもう丸つぶれやと、これはいかんということで、まあ検察も1000人規模もう一回動員してですね、関係者を全員、お前らほんましょうもないこと言ったら偽証罪やぞと、分かってんねんなと、偽証罪で最低3ヶ月最高10年の刑やぞと、俺らの言うこと聞けへんねんと、もうそれでぶち込むぞと言って脅し上げてですね、もう最終的にはずっと、麻藤さんのために証言してた麻藤さんの、まあ、内妻、元内妻もですね、検察の言う通りに証言しますって言ってもう折れてまうんですね。それぐらいプレッシャーガンガンにかけて、結果的にこの5回目の判決は最高裁でもう一回差し戻しというふうになります。で戻ってきた広島高裁でこのプレッシャーガンガンかけてですね、お前らしょうもないこと言っても検察に逆らったら全員偽証罪でも10年間掘り込むぞってなって、もう一回麻藤さん死刑、他の3人もまあ懲役15年とか12年になりました。でそれが1965年です。で最終的にはですね、まあこの正木弘氏弁護士が書いた真昼の暗黒という、まあ、この無罪を訴える小説が、まあ、映画にもなりましてですね、この映画がですね、まあ、日本でも年間1位ぐらいの記録を取りまして、まあ、そんなこんなで、まあ、世論がですね、もうしょうもないこと説明でやっとんねんと、あもう犯人はもう吉岡で決まりやないかと、あとはもう全員無罪でええやないかという、まあ、ムーブメントが起きて、最終的に1968年の10月に、まあ、この犯人は吉岡であって、他の麻藤さん含めた4人はまあ無罪であるという刑が最高裁で確定しました。まあ、これが
1951年に起こった、夜会事件という事件の全貌でございます。僕この映画は見たことないんですが、一度ぜひ見てみたいなと思っております。この頃はですね、1950年代から60年代、その後もそうですけど、やっぱりこう冤罪というのは生まれるみたいで、そうなってくるとですね、この冤罪はなかったというこの警察とか検察の圧力がぐわってくるので、これを跳ね飛ばすのっていうのはなかなか大変なんですね。なので結局1951年に起こった事件の最終的に無罪が確定したのが、その17年後の1968年であったということでございます。ちなみにですね、この吉岡は犯人ですね。一人で ご老人夫婦2人殺した吉岡ですねは、その後ですね、1971年になって出所します。71年ですよ。麻生さんとかが無罪勝ち取った68年ですよ。3年しか変わらないんですよ。せこないと思いますけど、こいつほんませこいんですよ。でこいつ出てきて、しばらくはですね、働きながら他の4人に本当にすいませんでした、巻き込んでしまってって言って、取材案件もやってたそうなんですが、1976年出所して5年後にですね、広島で男性をの首を絞めて殺そうとしてですね、逮捕されて、殺人未遂罪で起訴されて、裁判中に病気で亡くなったと。なんやこいつはというところでございます。すいません、長々とお話ししましたが、今日は1951年の1月24日に起こった夜会事件という事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。